ごめん、またダメだった。規制がかかった、規制がかかった。あれ、あいつどこ行った？深すぎたのかとか言って深すぎたんだろうな。この時間からこの人数は深すぎるって。この時間からこの人数は深いよ、マジで。あれから、団長、団長、話深すぎたっすかね。今だビビった。ちょ、今からさ、おい、ひかれ、はい、今からサウナ行くべ。あ、行きましょう。今どこにいんの？あ、いや、いや、近くっす。じゃあ、今から、ちょっと待って。じゃあさ、向かい行きます。俺のやつは分かんない。分かるっすよ。俺のやつは分かんない。はい、分かるっす。じゃあ、焼肉来るっすよ、焼肉。あ、じゃあさ、はい、俺にちょっと DM 送って、焼肉屋集合して、ちょっと一回サウナ行くべ。一回、深いとこ行くしかないっすね。一緒に。一回サウナ行くべ。はい、一回深いとこ行きましょう。待って、あと何分ぐらいで、じゃあ、何時に、はい。どうする、焼肉屋にする、それともすき家にする？あ、両方分かるんで、焼肉屋が近いんじゃないですか、多分。あ、じゃあ焼肉屋の入り口前に、はい。9時半。9時半、今、ぶっちで、今混んでるんですよ。今、俺が運転変わって、200キロぐらいで行くっすわ、じゃあ。待って、あ、じゃあそんな感じか。じゃあ10時だな。じゃあ、いや、多分9時半、多分今出れば間に合うっす。だって今どこに、おい、まだ待ち。じゃあもうコメント欄のみんな深すぎてついてこれないから、こんなして反論しないで、もう団長と俺しか分かんないじゃないですか、この話。いや、そういう場合はこういうことできるから、バチッて。で、とりあえずどこがいいっすか。待って、どうしよう。あ、一応今向かって、ぶっちゃけ普通に行ったら15分のとこなんですよ。15分ぐらいなんですよ。どっから？こっちから、だからこ俺のとこまで。はい、15分ぐらいです。あ、じゃあでも今朝方なんで、混んでるんですよ、大きい通り。わかるよ。はいはい、だからじゃあ大きめ積もって、はい、じゃあ俺ちょっと散歩とかいろいろするから、はい、動くない？この1000人の前のテレビ電話ってあるね。じゃあ待ち合わせするやり方がすごいっす。だから今から散歩とかするから、はい、じゃあ大きめ積もって、はい、9時半に、はい、もう ちょっと走らせて。好きやの前、了解、好きやすか。9時半に好きやの前はちょうどいいべ、深いべ。あ、俺もう絶対行くっすよ、団長。焼肉屋とどっちがいい？はい、焼肉屋と好きやどっちがいい？あ、もう距離変わんないんで、全然団長が楽の方で。じゃあ、
焼き肉、好きやだな。好きやっすか。ユージャンの前、絶対いるよ。いや、俺絶対いるっすよ、俺こういうの。あ、じゃあちょっと今から散歩行ってくるわ。じゃあね。了解です。はい、じゃあね、お疲れ。お疲れ様です。失礼します。はい。